トゥーランド・オブ・イルゴの時間ですよ。しょー、大ヒット映画千と千尋の神隠しに隠されたイギハヤヒとセオリツ姫の存在とその隠されたメッセージについてお話ししていきます。つながる正統卓球自問所シリーズ最終章ということでね、いろいろなお話をさせてもらってるわけなんですけどもね、はい、今回はですね、千と千尋の神隠しから紐解く日本の超重要な神様っていうテーマでお話ししていこうかなと思っとるわけですよ。はいはい。本当はね、千と千尋の神隠しと、うん、君の名はっていう映画ね、うん、両方の考察をまとめて、セオリツ姫の正体を解き明かすっていうね、そういう動画作ってたんですけれども、信じられへんぐらい尺長くなってもって、ね、今日と明日でこう2話に分けることにしたわけですよ。まあまあ、ただでさえ濃いもんね。そう、濃くなっちゃうのよね。で、今回のね、お話もね、めちゃくちゃ重要なんですけども、明日配信のね、君の名はの考察会では、ついに明かされるセオリツ姫っていうことで、はい。君の名はのこう考察と、セオリツ姫の正体がこう、こうなっていくのよ。竜のようにこう、混じり合っていくのよ。はい。今日の話と明日の話もセットやと思って。はいはい、最後まで見てください。はい。さて、千と千尋っていう映画と君の名はっていう映画ね、これもね、もう日本でもトップクラスのね、大ヒット映画なわけですよ。そうやね。で、日本の歴代興行収入ランキングで言うと1位はね、劇場版鬼滅の刃になったんですけども、うん、もうそれまでは千と千尋の神隠しが不動の1位やったからね、ずーっとね。そう、今でも2位やしね。で、3位がもうタイタニックとかなんやけど、はいはい、5位に君の名はが入ってんのよ。うわー、すごない？もうとほぼトップ長い映画史の歴史の中で、うん、千と千尋と君の名がバチンってランクインしてるわけですよ。はあ。そんな日本を代表する2つの作品に日本の超重要な神様が隠されてるとすれば、はい、あなたは信じますか？そういう話ですよね。どっちにもどっちにもよ。神が隠されている隠されている。今回からの動画はね、千と千尋の神隠しと君の名はもう見てるよと、そういう前提でお話しさせていただくので、はい、ネタバレ注意でございます。なるほど。ちなみにね、まさきは、千と千尋の神隠しは見たんですか？見ましたよ。お、どうでした？特にそういうなんか深いものがあるとか思わずに見てるから、なんかあんまりよく分かってない部分はあるんやけど、はいはい、普通に楽しく見れるというか。ああね、分からんくて子供でも楽しめるからね。あ、そうそうそう、そんな感覚で何回か見てる。え、好きなキャラクターとかあるんですか？好きなキャラクターはあの顔面だけビヨンビヨン跳ねるやつ。誰それ？誰そんな俺顔面だけビヨンビヨン跳ねるやつ。顔面で動くやつ俺。何やな、 あいつか。うん、あ、それさ、顔だけのやつ。千と千尋の神隠しは異世界に迷い込んだ10歳の少女千尋が名前を奪われて湯婆婆の経営するお風呂屋さんで働くっていうお話でしたよね。はい。そしてそのお風呂屋さんのお客さんが八百万の神ということで、まあ、いろんなハプニングが起こるわけなんですけども、千尋を終始助けてくれるのがあの美少年ハクなわけですよ。ね、かっこいい。しかしね、ハクはもう完全に湯婆婆に名前を奪われていて、もう言いなりになってたんですよ。はい。でもその正体は、まあ、巨大な白竜なんですよね。うん、うん。わーって血まみれになってね、千尋と出会うんですけども。うん、で、こう、千尋ちゃんは、こう、白を救いたいって旅に出るんですけれども、物語後半の千尋ちゃんは、白の正体を思い出すわけですよ。白の正体は、昔よく遊んでいた近所の琥珀川そのものであり、溺れた千尋を助けてくれた川の神様やったんですよね。うん、うん。そして千尋が白の存在を思い出したことで、白自身も自分の名前が、にぎはやみ、琥珀主っていうね、川の神だったことを思い出すわけですよ。本来の神としての力を取り戻した白はね、千尋に、私も元の世界に戻るかって約束して、千尋は元の世界。で、白は湯婆婆に話をつけに行くというラストで終わりましたよね。うん。もう感動のラストよ、あれはもう。で、千と千尋の神隠しには、名前を奪われたら支配されるとか、その世界の食べ物を食べると元の世界に戻れなくなるとか、絶対に振り返ってはいけないみたいな、もう神話のお約束的なエッセンスがもうふんだんに織り込まれてる、もう神話映画ですよ。せやね。ね。その鍵を握るのが千尋を助けた白子と、にぎはやみ琥珀主なわけですよね。はい。にぎはやみっていう名前は日本神話に出てくるにぎはやひと、ね、明らかにこのにぎはやひがモデルになってるよねっていう話でしたよね。うん。なぜにぎはやみという名前なのかっていうのは以前こちらの動画で、ね、詳しくお話してるんですけれども、にぎはやひは日本神話に登場する神様で、初代神武天皇より先に大和を治めていた謎大きい神様ですよね。で、天照大御神の子孫である神武天皇が大和に攻め入ると、にぎはやひは、ああ、あなた様
あのアマテラス大神の子孫なんですねと、私も実は天界出身でございまして、もちろんヤマトの血は即譲りますと、ね、部下の長須彦なんか反対してたんで殺しときましたって言って、なぜかね、神武天皇にすんなりとね、ヤマトを明け渡してくれるんですよ。先にね、ヤマトを治めていたことや天の神出身ということからね、もう相当な謎を秘めた神様であるわけなんですけども、古事記日本書紀以外の古史古伝や神社に伝わるね伝承、竹の内の救いの子孫がね代々受け継ぐ口伝などから紐解くと、この逃げ早いこそが古代日本における初代統一王であるということが分かりましたよね。うん、まあその辺の動画は、まあ、日本神話ミステリー編とか青銅竹内文書シリーズを見てほしいんですけれども、この逃げ早いの本命こそがあまテラス国テラス彦、雨のほあかり串玉新谷早木の御事っていう名前でしたよね。うん、長い名前、長いね、すっごい長いね。アマテラス、スサノオ、ツクヨミの三種族を束ねる究極の存在が新谷早木だったと。新谷早木は日本で最初の太陽神アマテラス大神とされ、アマテラス大神はね、もともとは男性神だったんじゃないのって言われる理由でもあるわけですよ。うん、さらにね、新谷早木は大物主とも呼ばれており、その姿は蛇であったとも言われてます。うん、大物主を祀る大神神社にも蛇の好物である卵をお供えするっていう風習があるぐらいですからね。まあそれらのことから、大物主こと新谷早木は蛇の化身であると考えられてるわけですよ。うん、そんな新谷早木は真の名前を奪われた上に、歴史からもその功績を消され、完全に封印されてしまいました。ね、真の名前を奪われた神、龍蛇の化身新谷早木という名前、まあ、これらの共通点から新谷早木琥珀主のモデルは新谷早木であると、もうそう言い切れるレベルなんですよね。うん、しかしね、今回はさらに掘り下げます。おお、新谷早木という名前が新谷早木から来てるのは分かったんですけども、うん、この琥珀主っていうのは、はい、じゃあどういう意味やねんと。確かに名前の半分がまだよう分かってへんやないかと。まあこの新谷早木琥珀主っていうね、名前の漢字がどんなんか分かればね、ちょっと読み解けそうなんですけども、うん、まあ、ジブリからこの漢字は公開されてないんですよ。はいはい、なんで推測するしかないんですけども、いろいろ説があってね、琥珀主っていう名前が、まあ、白やからね、うん、小さくて白い川っていう字なんじゃないかとも言われたりするんですよ。ああ、そのまんまな感じ、ね。そう、でもそれやったら、まあ、意味がないわけですよ。まあ、単なる当て字みたいになっちゃうから、はい、琥珀といえば、なんか思いつくものありますか？琥珀やと、うん、虎の城とかやる、うん、で琥珀って言う、王って書いて城。そう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 、あれ琥珀やんね。そうですよ、宝石のね。はい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 、鋭いよ今回。おお、当たってます。めずらピーめずらピー。まあ、琥珀っていう字で意味があるってなったら、その宝石の琥珀くらいしかないわけですよ。なんで琥珀川っていう字には、あの宝石の琥珀という字が当てられるんじゃないかと僕は推測するわけですよ。お、琥珀っていうのはね、太古に反映した樹木の樹脂がね、じわーって出てきた、あの樹脂が地中に埋もれて長い年月かけて化石化していって、で宝石として扱われるようになったっていう、そういう代物なんですよ。でこの輝きから太陽の石って呼ばれたり、太陽の力を封じ込めた石とされてるんですよ。そうなん？太陽、太陽の力を。そう、ギリシャ神話では太陽を司るアポロンの涙であるとも言われており、うん、そんな琥珀の石言葉は繁栄、愛、そして帝王だと言われてるんですよ。お、太陽、帝王、まさにアマテラスです ね、 ね、まあ、琥珀っていう字も王に虎、王に城やからね。確かにね、めちゃくちゃ強そうだね。うん、名前ない、最強や。響き可愛いけど、うん、そう、琥珀って可愛いね。文字の攻撃力めっちゃ高いわけですよ。確かに。で太陽の力が封じ込められた帝王の意志とは、もうまさに封印されし帝王である太陽神新谷早木と完全に一致するわけですよ。これほんまにジブリの誰が考えたのと思いますけども、全部知ってんね。僕の見立てではもうその辺にはちょっと宮崎駿さん関与してないんじゃないかなと思うから、なんかスタジオジブリの誰かなんちゃうっていう確信を持てるぐらい、いろいろ散りばめられてるんですよね。で今回お話しするのは、新谷早木琥珀主に隠された神様は一柱ではないよってことなんですよ。お、何柱か。もう一柱いるんですよ。おお。でまあね、こうずっと見てきた方やったらピンとくると思うんですけども、うん、その柱に隠された神様こそが瀬織つ姫だというわけなんですよ。なるほど。瀬織つ姫は日本書紀古事記には名前すら登場しない謎多き女神であり、祝詞の中でのみ登場する存在です。もともとはね、伊勢神宮をはじめとした日本中で祀られてたんですけどもね、名前消されたりとか別の神様が祀られるようになったりとか、存在そのものが抹消されてしまった女神なんですよね。そんな瀬織つ姫は川や滝を司る水神であり、白蛇や白龍の化身だと言われています。で白の正体も川の神であり白龍の化身でしたが、この瀬織つ姫もまた
川の神であり白龍の化身だというわけですよ。確かに ね白というキャラクターに逃げ早い人セールツ姫という神が込められているっていうのはなんとなくねお分かりいただけたと思うんですけれども、逃げ早い人セールツ姫は一体どのような関係があるのでしょうか。ね、まずねこの二柱の神にはいくつかの共通点があります。ね、そのうちの二つがまず歴史から名前を消された重要な神様であるということ、そしてどちらの神も龍蛇の化身だということ。ね、新井早姫の子孫が宮司を務めるこの神社には新井早姫と市木島姫が夫婦として描かれてるね絵馬があるわけですけどもね、日本神話の系図の中には新井早姫と市木島姫が結婚したっていう情報はもう一切ないんですよ。そうなんや。そうなのでね、この新井早姫と市木島姫の結婚自体が歴史的に隠されてるってことなんですけども、この新井早姫の妻市木島姫と同一神だと言われているのが瀬尾律姫なわけですよ。まあ、古事記日本書紀にはもう瀬尾律姫の名前自体がもう消されてるわけですから、新井早姫の正妻も誰だったかわからんようになってるわけですよ。でも古史古伝であるホツマ伝にはアマテル神の正妻は瀬尾律姫であったとはっきり記されているわけですよね。でこれらの情報から推測すると、初代アマテラ総御神である新井早姫と瀬尾律姫は結婚しており、二柱ワンセット日本を統治していたという、そういうストーリーが浮かび上がるわけですよ。確かに ね。そしてその二柱の神々の存在が隠されているのが千と千尋の神隠しに登場する白なんですよね。もういろいろな意味でこの映画には神隠しされてるわけですよ。なるほど。ね、白がジブリ映画の中でもね特にね中性的に描かれてるじゃないですか。うんうん、これは女神と女神すなわち陰陽が統合した存在だからなのかもしれません。確かに。まあさすがにもうここまでいくともう考えすぎちゃうのって領域になってくるんですけども、まあ五白っていう言葉自体が、まあ帝王っていう石言葉があって、太陽の力を閉じ込めてるみたいな意味があったり、新井早姫自体ももともと太陽神で隠された存在で帝王やったよねとか、うん、なんかもうすごいなんかしっくりくる。でその名前を取り戻した新井早姫琥珀主は、まあ、その後湯婆婆とも渡り合えるような存在になったんじゃないかっていう風に考えられるわけですよ。はい、最後にね白が名前を取り戻して自分が自然の神だってことに気づくのは、人間も自然の神の存在を思い出してくれと、そして自然を取り戻していこうぜっていうねメッセージなのかもしれません。ジブリ映画がね昔からひたすらに伝えているテーマがね、行き過ぎた文明への警告とか自然との共生ですよね。まあ、ナウシカもトトロももののけ姫も千と千尋の神隠しももうジブリの代表作はもうその辺をめちゃくちゃ伝えてくれてるわけですよ。そして行き過ぎた人類には必ず罰が下る、まあ、不快とかね、うん、ラピュタのように滅びるとかね、セオリツ姫も人々の罪や汚れを洗い流す払いの力があるのと同時に人々に厄災をもたらすヤソマガツヒの神という、ね、側面もあるわけですね。セオリツ姫が洗い流せないほどの罪が、ね、世にはびこった時はもう人類が滅びるほどの厄災を引き起こすっていうね恐ろしい神でもあるわけですよ。スタジオジブリがねハクというキャラクターにそういうね恐ろしい側面を持ったセオリツ姫という存在を宿らせたのも、もうそのような警告のメッセージが込められてるんじゃないかなって僕は深読みしちゃうわけでございますよ。いやでもそれ聞いてたらね納得よ。なんかいろいろ繋がるし納得いくね、うん、名前に一個も無駄がないからね。うん、ということで今回のお話はいかがだったでしょうかね。ここまでのお話でね、ジブリを代表する映画千と千尋の神隠しには、ね、初代日本の統一王新井早姫と、まあ、その皇后セオリツ姫の存在がね込められてることが分かりましたよね。うん、次回は、ね、ついに大ヒット映画君の名はとね、ついに明かされるセオリツ姫の正体についての超考察となります。ね、次回が気になる方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いしますね。概要欄にも僕らの SNS が貼ってるのでぜひチェックしてみてください。それで本日はこの辺でまたね、バイバイ、バイバイ。